モーリシャス共和国リパブリックオブ・モーリシャス・レプーブレイク・デモーリス・リピブリック・モーリス国の標語、ステラ・クレビスク・マリス・インデサイ国家、母国栄光的には、英語とフランス語が用いられ、モーリシャス・クレオール語が通常話される。モーリシャス共和国、通称モーリシャスは、イギリス連邦加盟国の一つで、首都はポートルイスと定められている。インド洋のマスカレン諸島に位置する共和国ながら、 アフリカの国家の一つに数えられている。民族構成は多様だが、19世紀にサトウキビ農園の労働力として移入されたインド系住民が過半数を占める。正式名称は、英語で、リパブリック・オブ・モーリシャス。通称モーリシャス、MRS、MRS。フランス語では、レプーブレイク・デ・モーリス。通称、モーリス。モーリシャス・クレオール語では、リパブリック・モーリス。 日本語の表記は、モーリシャス共和国。通称モーリシャス。詳細は、モーリシャスの歴史を参照。この付近に、島々が点在していることは、10世紀以前から、アラブ人公海者たちに知られていた。15世紀には、インド系と、インドネシアマレー系がやってきた。1505年に、ヨーロッパ系としては、ポルトガル人が初めて到達した。詳細は、EN。 セカンドダッチエクスペディションツーインドネシア及びオランダ領モーリシャスを参照1638年にオランダがインド航路の補給地として植民を開始した。オラニエッコー、マウリッツの名にちなんでこの島を命名した。この植民地統治によって後々主力産品となってゆく砂糖キビの輸入や農園の労働力としての奴隷輸入などが行われた。また開発によって 固有種であった堂々が絶滅したのもこの時代である。しかし、植民地経営はうまくいかず、1710年にオランダはモーリシャスから完全に撤退した。詳細は、フランス領フランス島を参照オランダがモーリシャスから撤退すると、近隣のレユニオン島を植民地化していたフランスが、早速再植民を計画し、1715年にモーリシャスを占領して、 フランス島と名付けた。1735年には、ベルトラン・フランソア・マエドラ・ブルドネ総督が就任し、ポートルイス市の建設や、隠し開発を行って、モーリシャスの基盤を作った。この時期のモーリシャスの経済の基盤は、サトウキビのプランテーションであり、その労働力のために主にアフリカから、多くの奴隷が移入された。詳細は、イギリス領モーリシャスを参照グランドポートの戦い。 イギリス領モーリシャスの旗イギリス領モーリシャスの旗1810年にイギリスに占領され、1814年には正式にイギリス領となり、透名は救命のモーリシャスに戻された。しかしイギリスはモーリシャスの統治体制に手をつけず、本国から1835年にはイギリス議会によって可決された奴隷解放が実行に移され、 それまで農園などで働いていた奴隷たちは自由を得た。この奴隷解放によって不足した労働力を補充するために、同年にはインドからの移民の導入が開始され、1861年にはインド人はモーリシャスで最も多い民族となっていた。またこの時期には、モーリシャスのサトウキビプランテーション及び製糖業が大いに発展した。 1831年には当時評議会が設けられ、評議員の半分は政府の行政官、半分は総督が有力民間人を指名した。1886年には財産による制限選挙制が導入され、27人の議員のうち10人が選挙により選出されるようになったが、これらの議員は主にフランス系が占め、クレオールは少数にとどまっていた。インド人系が、 議員に選出されるのは1926年になってからのことだった。選挙制は徐々に条件が緩和されていき、1948年には財産制限の撤廃と不人参政権の導入によって大幅に選挙権が拡大され、1958年には完全不通選挙と最良の敗者制度が導入された。イギリスの植民地時代はモーリシャス島から北東へ約2000 詳細は、モーリシャスを参照1968年に英連邦王国として独立を達成し、首相にシウさがるラングーラムが就任した。独立時には、皇室行律に悩み民族対立も起こっていたものの、ラングーラム政権は1971年の輸出加工区の設置を皮切りに、積極的な産業振興政策を進め、 繊維産業や観光業の発展で経済成長を実現した。政治面では1969年にはポール・ベランジェが中心となってモーリシャス闘争運動が結成され、ラング・ラムの与党モーリシャス労働党とのに大政党ブロック体制となった。政常不安により1972年の選挙は延期されたものの1976年に選挙が行われて、 以降は自由選挙に基づく民主的な政治が継続されている1982年の選挙ではモーリシャス闘争運動とモーリシャス社会党の連合が大勝利を収めて政権交代が起こりアヌルード・ジュグノートが首相に就任したものの党内の内紛によって1983年にはジュグノートがモーリシャス社会主義運動を結成し労働党と連立を組んで政権を維持した 1992年には立憲君主制から共和制に移行し、モーリシャス共和国となった。ジュグノードは1995年まで政権を維持、したが、同年労働党が選挙に勝利し、同党党首のナビン・ラング・ユラムが首相に就任した。2000年には社会主義運動が勝利して、ジュグノードが再び首相に就任し、2003年には連立相手の闘争運動、ベランジェ党首に、 首相の座を譲った。2005年には労働党が勝利して、ラングーラムが首相となり、2010年の選挙でもその座を維持したが、2014年の選挙では、社会主義運動が勝利して、ジュグノードが三度首相に就任した。2017年に、ジュグノードは、政界を引退し、息子である、社会主義運動党首のプラビンド・ジュグノードが、首相の座についた。二千二十年、 若潮座礁石油流出事故に見舞われた。8月6日、モーリシャス政府は環境緊急事態宣言を発表。周辺国や日本政府に対して全面支援を要請した。詳細は、モーリシャスの政治を参照モーリシャスは共和制、議員内閣制をとる立憲国家である。現行のモーリシャスの憲法は1992年3月12日に制定されたものだ。 これにより、英連邦王国からイギリス連邦内の共和国となった。モーリシャスは中央集権国家だが、ロドリゲス島などの俗領には一定の自治権が認められている。国家元首である大統領は国民議会により選出される。任期は5年で、参戦は禁止されている。詳細は EN、ガバメント・オブ・モーリシャスを参照首相及び副首相は大統領により、 任命されるが国民議会に対し責任を負う。内閣に相当する閣僚を評議会のメンバーは首相の推薦に基づき大統領により任命される。大統領の権限は名目的なものであり、実質的な行政権は首相を率いる閣僚を評議会により行使される。立法府は一員制で正式名称は国民議会。定数は70議席で、 うち62議席は1選挙区3人の直接選挙により選出され、8議席は選挙の時点の中から人口比に対して当選者の少なかった民族や、得票率に対して当選者の少なかった政党に配分される。この制度は最良の敗者制度と呼ばれ、大選挙区制との併用により少数派に一定の議席を保障することで、各民族の発言権を確保し、 民族間の融和をもたらすこととなった。議員の任期は5年である。直近の選挙は2014年12月10日に行われた。モーリシャスは複数政党制が認められており、選挙による民主的な政権交代も数度起きている。政治的には穏健な多党制であり、一つの政党が単独で政権を握れるだけの議席を獲得することはほとんどないため、 連立政権が政権を握ることが常である。有力な政党としては、インド人ヒンドゥー教徒を中心に、クレオールやムスリムにも一部支持を広げる、保守の労働党、クレオールを基盤とする革新のモーリシャス闘争運動、そして、インド人ヒンドゥー教徒を基盤とする革新のモーリシャス、社会主義運動があり、このうちの一党、または二党が、クレオールを基盤とする保守のモーリシャス社会民主党や、 ロドリゲス党のロドリゲス人民機構などの小政党と連立を組んで政権を握ってきた。2010年の選挙では労働党、社会民主党、社会主義運動による星寄りの未来同盟が政権を握ったが、2014年の選挙では社会主義運動が勝利し、社会民主党及びムービーマン・リボレイター等との人民同盟が政権を奪うこととなった。詳細は EN。 コンスティテューション・オブ・モーリシャス、フランス法、及び、イングランド法を、参照司法府の最高機関は最高裁判所である。また、警察、準軍事組織として、モーリシャス警察軍が設置されている。詳細は、モーリシャス警察隊を、参照常備軍は存在せず、警察や特別機動隊、沿岸警備隊からなる、モーリシャス警察隊が国防になっている。詳細は、 e n ホーリレーションズオブモーリシャスを参照アフリカ連合南部アフリカ開発コミュニティインド洋委員会に属するアフリカ諸国特に南アフリカが最大の貿易相手国だが EU との結びつきも強いイギリス連邦の一員でもありフランス語圏でもある黒字はモーリシャス共和国の島モーリシャスはチャゴス諸島とトロメリン島の領有権も主張している モーリシャス島の略図モーリシャス共和国の国土面積は2040平方キロメートルで国としては世界169位の面積である首都であるモーリシャス島とその付近の島々で構成される島国である島々の周囲は珊瑚礁で囲まれている同国で最も大きな島である面積1865平方キロメートルのモーリシャス島は 火山島だが全体的に標高が低く、最高峰のラプチ、リビエールノワールさんですら828メートルに過ぎない。モーリシャス島は海岸部の平野と標高200メートル程度の高原の大きく2つの地域に分けられる。平野と高原の間には球外が存在するものの、いくつかの丘陵を除けば全般に平坦な地形をしている。同国で2番目に、 大きなロドリゲス島の面積は108平方キロメートルであり、モーリシャス島の東560キロメートルの位置にある。アガレガ諸島の2つの島は合わせて26平方キロメートルであり、モーリシャス島から北に約1000キロメートルの位置にある。カルガドスカラホス諸島は多くのサスや岩礁で構成される列島であり、モーリシャス島の北東約1430。 キロメートルに位置し、主に漁業基地として用いられている。モーリシャスの排他的経済水域は、インド洋のうち、約230万平方キロメートルを占めている。ただし、このうち、約40万平方キロメートルは、セイシェルと共同管理している。詳細は、モーリシャスの都市の一覧を、参照最大都市は、首都のポートルイスである。インド洋に面した港町であるポートルイスから、 南には、ボーバス・サン・ローズ・ヒル、カトル・ボルヌ、バコア・フェニックス、キュール・ピップといった主要都市が連続し、一大都市圏を形成している。この都市圏の最南部に位置するキュール・ピップは、モーリシャス島のほぼ中央部に位置し、高原上に広がる都市である。詳細は、モーリシャスの行政区画を参照モーリシャスの県、モーリシャスは、9の県と3の属領に分かれる。その他、 イギリスに対して、チャゴス諸島の返還を要求している。県、編集ブラックリバー県、フラック県グラン、ポール県モカ県、パンプルムース県、プレーンウィルヘルム県、ポートルイス県、リビエルデュ・ランパール県、サバンナ県俗領、編集熱帯の砂浜、トルオービッシュモーリシャスの環境は、沿岸地域では一般的に熱帯であり、山地には森林がある。時折襲来するサイクロンにより、 動植物が被害を受けるものの、それらはすぐに回復する。モーリシャスの空気の質は世界で最高の水準とされており、世界保健機関が公表するエアークオリティインデックスでは、モーリシャスは世界2位とされている。モーリシャスは南海気線の近くに位置し、熱帯気候に属する。季節は2つある。11月から4月までが暖かく湿った夏であり、 夏の平均気温は摂氏24.7度である。6月から9月が比較的涼しい乾燥した冬であり、冬の平均気温は摂氏20.4度である。海洋性の気候であり、季節間の平均気温の差はわずか摂氏4.3度に過ぎない。最も暖かい月は1月と2月であり、非最高気温の平均は摂氏29.2度に達する。一方、 最も寒い月は7月と8月で、夜間の最低気温の平均が、摂氏16.4度まで下がる。年間降水量は、海岸沿いの900ミリメートルら中央高原の1500ミ、mm、リメートルの範囲である。顕著な雨季は見られないものの、降雨のほとんどは、夏の数ヶ月に起こる。ラグーの海水温は、摂氏22度から摂氏27度の間である。中央高原は、 周囲の沿岸域よりもずっと涼しく、また雨量は沿岸域の2倍に達する場所もある。マスカリン高気圧由来の南東貿易風が卓越し、島の東側は他の地域と比べると低温かつ雨がちな傾向がある。また、島の両側で気温や降水量が著しく違う場合もある。時折襲来するサイクロンは一般的には1月から3月の間に発生し、 この地域には、約3日間だけ悪天をもたらすほか、多くの雨をもたらす傾向がある。首都ポートルイス IMF の統計によると、モーリシャスの2018年の GDP は142億ドルで、ある。一人あたりの GDP は1万1200。モーリシャスの主要産業は入植以来一貫して、サトウキビのプランテーションであり、独立以後も1975年までは、 そういう質学の85%以上を占めるなど、サトウキビに依存するモノカルチャー経済だった。しかし、1968年の独立後、観光業及び1971年から始まったイップスにおける繊維産業を中心とする輸出型工業の発展により、堅実な経済発展を遂げ、モノカルチャー経済から脱出した。独立以前は、 慢性的な人口過剰に苦しんでいたが、繊維産業の急速な発展により、1980年代後半には完全雇用を達成し、1991年の失業率は2.7%にまで低下した。しかし、その後は逆に労働力不足に直面している。日本にとっては、遠洋マグロ漁業の中継、補給基地として重要であり、日本船がよく停泊している。 2014年度の日本のモーリシャスからの輸入品のうち44.3%はマグロであり、また20%。モーリシャスの日本からの輸入品は乗用車が半数以上を占め、二国間貿易はモーリシャスの大幅な赤字となっている。モーリシャスの砂糖キビ農園モーリシャスの農業は国内農地の89.9%が砂糖キビ栽培に充てられている。 砂糖きび栽培は大規模プランテーションによる単一栽培が基本であるものの一部に自作農や小作実りも存在する。製糖業は1970年まではモーリシャスのほぼ唯一の産業であった。こうした農業の砂糖生産特化は農業の高所得化を生み余剰労働人口を工業に振り向ける基盤となった。百七十一年に輸出化工区を設けて、 繊維産業を振興するなどして、砂糖キビのモノカルチャー経済から脱していった。他産業が拡大したことによって、相対的に輸出額に占める地位が落ちた2000年においても、輸出総額の14.7%を占める基幹産業の一つとなっていた。ただ、その後、砂糖の輸出に占める割合はさらに低下し、2014年には9.8%と1割を切った。このか。 中央の高原地帯においては、茶の木のプランテーションも存在する。逆に穀物はほぼ生産されておらず、ほぼ全量を輸入に頼っている。モーリシャス周辺の海域は工業場であることから、漁業も盛んであり、2014年にはカツオマグロの輸出が輸出総額の約10%を占めた。1971年の輸出加工区の創設以降、特に安価な労働力を利用した。 繊維産業が急速な発展を遂げ、1993年には繊維産業のみで GDP の9.9%を占めるまでに成長し、同年の輸出総額に占める繊維工業の割合は70%を超え、製糖業をしのぐ一大産業となった。しかし、モーリシャスは繊維産業だけではなく他の工業の育成も進めていった。このために、 繊維産業の輸出に占める割合は2014年には34.9%にまで低下したものの、同年の機械衣類の輸出が13.5%に達した。なお、2009年における輸出総額に占める工業製品の割合は64.2%であった。ただ、燃料は輸入に頼っており、2008年現在、電力も水力発電は32%に過ぎず、 残りの68%は火力発電に頼っている。製糖業、繊維産業、工業と並ぶ、もう一つの主要産業は観光業である。2005年には観光客数は75万人を数え、GDP の15.8%を占めていた。観光客の多くはヨーロッパから訪れており、中でもフランスからの観光客が全体の28.5%を占めて、 最大勢力となっている。2003年の観光客の平均宿泊日数は10.4日であり、長期滞在型のバカンス客が主流となっていることを示している。モーリシャスは、いわゆるオフショア金融センター内市は、タックスヘイブンの一種であり、インド、中国、アフリカ諸国などと、租税条約を締結し国際投資の際の、タックスプランニングの中間地として利用されている。 インドについては、モーリシャスの現地居住者の会社が、インドで上げた収益への課税が免除されている。このため海外からのインド投資の44.24%は、モーリシャス居住者席の投資会社からのものである。海外からのインド向け新宅投資なども多く、設定されている。中国については1994年租税条約により、キャピタルゲイン免税と配当課税の、 軽減税率適用が提約されたが、2006年の改定により、大量持ち分投資者がキャピタルゲインを上げた場合には、中国での本則のキャピタルゲイン課税が行われることとなった。モーリシャスの人口ピラミッド詳細は、モーリシャスの国民及び EN Demographics of m シャスを参照モーリシャス共和国に居住する人口は2016年12月の 推計で126万4000人である。女性人口63万7032人、男性人口62万4176人である。モーリシャス島の人口は121万9265人、ロドリグス島4万1669人、アガレガ諸島及びセイントブランドン島は合わせて274人と推計されている。モーリシャスの人口密度は アフリカ諸国の中では第一位である。民族に関して公的な統計はないものの、モーリシャスは多民族国家である。住民はインド系が68%、アフリカ系と白人の根血によるクレオールが27%、カジンが3%、フランス系が2%である。インド系住民の多くはかつてクーリーとして渡ってきた人々で、彼らの受け入れに使われた。 施設の移行アープラバシガートはユネスコの世界遺産に登録されている。1814年以降から独立まで約150年にわたってイギリスの植民地であったため公用語は形式上では英語であるものの法的には定められていない。議会での公用語も英語だが国民議会議員は誰でも議長にフランス語で呼びかけて良いことになっている。英語とフランス語は 一般的に、モーリシャスの公的な言語として、政治、行政、裁判やビジネスのための言語として受け入れられている。モーリシャスの憲法は、英語で書かれているものの、民法などのいくつかの法律はフランス語である。学校の生徒は、英語とフランス語が必修で、選択科目として、アジア軽諸言語やクレオール語を学べる。学校での教育に用いられる言語は学校により、 違っている。ただ、通常は、クレオール語、フランス語、英語である。これらの言語の中で、モーリシャスで最も話されている言語は、17世紀から18世紀初頭に、かけてのフランス領時代に発達したフランス語系統の、モーリシャスクレオール語である。モーリシャスクレオール語は90%以上の国民の母語であり、日常会話として家庭などで話されている。ただし、モーリシャスクレオール語は、 話し言葉主体であり、読み書きなどの教育は受けないので、読み書きや敬語的な表現などを用いた会話では、一般的にフランス語を使用する。多くの新聞やメディアはフランス語であり、ビジネスでもフランス語が使用されるなどフランス語圏となっている。また、多くの国民は、モーリシャスクレオール語、フランス語に加えて、創始国の言語である英語も理解する、トライリンガルであるものの、 英語は学校教育を終えると日常生活では使う機会に乏しいために読み書きはできても聞き取りや会話などは苦手な人も少なくない。そのためアメリカ映画など英語で作成されたテレビ番組などはフランス語に吹き替えられて放送される。その他家庭内ではポルトガル語、ヒンディー語、タミル語、テルグ語、ハッカ語、ボージュプリー語、ウルドゥ語、マラーティー語などが使われる。 モーリシャス人は状況に応じて使う言語を使い分けており、教育や職業的な場面ではフランス語や英語が好まれる。一方、音楽、宗教、文化的な活動ではアジア系言語が主に用いられる。メディアや文学は主にフランス語である。かつてはボージュプリー語を母語とするものも多かったが、その数は年々減少し、家庭でのボージュプリー語の使用は減っており2000年では、 人口の12%あったところ、2011年の統計では5%まで低下している。ヒンドゥー教のタイプーサム最小祭は、EN、ヒンドゥーザムインモーリシャス、EN、クリスチャニティインモーリシャス、および EN、イスラームインモーリシャスを参照モーリシャスは、公的に世俗的政府であると定められており、信教の自由は憲法に明記されている。このこともあって、 多様な宗教が共存する国である。モーリシャス人の信仰は、ヒンドゥー教が52%、キリスト教が28.3%、イスラム教が16.6%、その他3.1%である。なお、アフリカ諸国の中で、ヒンドゥー教が多数を占める国はモーリシャスのみである。 モーリシャス人の文化には多様な宗教からもたらされた祝祭を反映して年間を通じて様々な祝祭があり、そのうちのいくつかは公的な祝祭日となっている。推計によれば、モーリシャス人は平均で年700時間を宗教的活動に費やすというフラッグキャリアとしてモーリシャス航空がアフリカ、アジア、ヨーロッパへ就航している。ありがとうございます。